こんにちは、エタルっぽくないこと、江川たけしていくです。こんにちは、エタルっぽくないこと、江川たけしです。ということで、これからですね、小久警察署の方に行ってですね、車庫証明書を手に入れてから、品川のですね、運輸局に行ってきたいと思います。ついにですね、このですね、湘南ナンバーのですね、車がですね、私の名義のな車になるということで、車買いましたので、それがですね、湘南ナンバーからですね、足立ナンバーに今日は変わるということで、行ってきまーす。では、まずはですね、お近くの駐車場に止めようかなと思っております。小久警察署の近くのですね、駐車場に止めようかなと思います。じゃあ、行きまーす。小久警察署はどっちかな？あっちかな？あっちかな？ってことで。あっちから行きましょう。ちょっと苦手なんですけど、熊の前から行きましょう。行きましょう。カードが挿入されていません。ってことで、はい、行きます。はい、行きます。お馬さんがいますね。さてさて、行きますよ。今日もドライブセミナーということで、喋りながら行きたいなと思います。っていうかですね、ちょっと暑いですね。いやーもう冬なんですけどね、まだ2月なんですけど、ちょっともう暑くなってきましたね。これはもうあっという間に温暖化ってことで、もうあっという間に暑くなるのかもしれないですね、はい。今日はこんな服着てますけど、あれですね、家のタンスを見たらですね、セーター以外の服もあったってことでですね、はい、家のタンスを見たらこういう服もあったってことで、今日はこういうユニクロカジュアルな格好で着てます。まあ、内側のワイシャツはですね、ユニクロじゃないかもしれませんけど、外側はユニクロということで、内側ですね、プラスワンというですね、かなり強力なですね、まあ、ディスカウントショップがあってですね、そこのワイシャツがですね、品質が良くてですね、しかも1000円ぐらいなんですよ。1280円ぐらいなんでね、つい私は買ってしまうということで、ユニクロのワイシャツもですね、品質がいいんです。ワイシャツもですね、品質がいいんですけど、ちょっと値段が高いということですね、ちょっと価格でですね、プラスワンが一歩リードということです。ここは事故多発地点ですね。お気をつけなければって感じですね。お、なんかこれ行ってきたんだけど、行けないのかな？こっちは。こっちから行きましょう。オグトピア23って、オグ本門町通りってことですね。オグ本町通りです。じゃあ行きまーす。平日なんで結構駐車場があっていうか駐車されてる車が多いですね。はい、駐車されてる車が多いですね。後ろからも車が来てらっしゃるってことね。あ、ご安心ください。今日の音楽も著作権フリーです。私はですね、セミナー動画中は著作権フリーしか流しませんので、ご安心くださいとか。
19にしました。やっぱりどこまでも行くって感じで、はい、19にしました。おお、今日は青空ですよ、いいですね。てかですね、このちょっとですね、来る前にですね、あのセミレブンで7個カードでお支払いしてるんですけど、なかなか元気な店員さんで良かったですね。最近ですね、ちょっとそこのテブレムの店員さんの、ね、接客の質がですね下がってたんですけど、今日の店員さん元気で良かったですね。テケ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 テデイリー山崎です。あ、山崎ショップですね。デイリー山崎じゃないですね。山崎ショップだったんですね。デイリー山崎、私の家の近くにないですね。デイリーさんはないとか、ね。ああ、空気の入れ替え OK ですってことで、はい、窓閉めます。2017年の空気はどうでしたかってことです。はい、では行きたいと思います。まだ赤ですよ、まだ赤ですよ。はい、行きまーす。あー、自転車さんが来てますよ。自転車さんが、自転車抜きます。30分無料駐車場があるんですよ、この近くに。実はあるんですよ。私ちょっと見つけてしまったんでね、そこへ行きたいなと思います。あ、噂の左側には創価学会の会館がありますね。噂のあれですね、こんなこと言うと創価学会の皆さんが好きになってしまいますね、この動画。はい、創価学会の会館がありますよ。ここでいいですね。ここにしましょう。30分無料駐車場に停めます。それでですね、奥警察署へ行ってくれって感じですね。さて、私の運転さばきを見ようって感じ、私の運転さばきを見ようって感じです。私の運転さばきを見ようって感じ。あれです、他の車に迷惑かけてはいけないので、完璧な駐車場を、駐車をと。はい、それでは、奥警察署行ってきますってことで、自首してきますってわけではなくてですね、車庫証明を取ってきます。自首はしませんってことで、皆さん自首するなら自首するでいいと思いますよ。せっかくのこういうチャンスなんでね。まあ、あれです。まあ、私はですね、自首は、しないかもしれませんね。あれです。捕まえていただく日を待ってます。あれです。恋人と連絡取れなくなってしまうわけにはいかないんでね。警察の皆さんも、私反省してますってことです。高校時代ですね。私今34歳ですけど、高校時代の、犯罪ですね。犯罪。軽犯罪ですね。軽犯罪。ちょっと私も前も時効になってしまってるんですけど、とにかくあれですね。反省してます。ごめんなさい。申し訳ありません。傷つけた皆さん申し訳ありませんってことで、謝ります。損害賠償請求はですね、まだ実行じゃないんで、もし損害賠償されたい方はですね、ぜひしてくださいってことでお願いいたします。それでは大警察署行ってきます。車庫証明取ってきます。はい、ありがとうございました。車庫証明取ってきます。得体のっぽくないこと笑顔だけでした。皆さん犯罪しないようにしましょう。犯罪はダメですってことでよろしくお願いします。なんだ定期駐車場だここ。ちょっと待ってくださいね。あれ、ランプ消えないな。よいしょ。あれですよ。今止まったとこがですね、このコインパーキングの中でもですね、定期駐車場地域みたいですね。ちょっとあれですね。どうしましょう。定期駐車場じゃないとこ止めたいんですけど、ありますかね。あれ、定期ばっかりですね。あれ、定期
駅って書いてるとこダメですよね。あれあれ、まいったな、全部定期だな。定期じゃないとこないのかな。書いてあるな。一個ですね、定期じゃないのが空いてたんですけど、そこ止めましょうか。まだ動き出す人行ってませんってことで、やっぱりですね、定期駐車場に乗る止めるわけにはいかないんでね。あそこにあったんですよ、時間制が。前に止めますって感じです。ちょっとあれです。だから難しい駐車場だったんで、ね、ここは時間制なんで大丈夫です。ここで、これは行ってきます。コートです。コート姿の私です。ここで、はい、では行ってきます。OK、駐車場行ってきます。ね、残念ながら自首はしませんが、恋人とですね、連絡取れなくなってしまって。ですから、ね、自首でもですね、恋人と連絡できるって方は、連絡できますよ。警察に捕まっても恋人とできますよっていう制度になればですね、皆さん自首する人が多くなるんではないかなと思います。恋人と連絡さえできればですね、全然自首 OK ですので、はい、恋人とですね、連絡できなくなってしまうと、恋人と別れてしまうんでね。ということで、残念ながら自首はしませんが、損害賠償請求はいつでも OK ということで、よろしくお願いします。損害賠償請求大歓迎です。お願いいたします。損害賠償請求お願いします。ということで、はい、お願いします。被害者の皆様、ごめんなさい。すいませんでした。お許しください。ということで、はい。それでは、機会があれば償いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。これからも、ふるさと納税頑張るぞということで、行ってきます。ありがとうございました。Strata, Car Navi Station by Panasonic. こんにちは、イタリア675と江川大使です。ということで、カードが、はい、導入されていません。はい、お正月みたいな音楽ですけど、お正月ではありませんということで、はい、これからですね、運輸局に行きたいと思います。東京運輸局。東京関東運輸局。ネットで調べましょう。なんか違う場所っぽい、場所変わりましたよなんて言われちゃったら困るから、住所で調べましょう。東京運輸局。ちょっと後でですね、ちょっと今小倉警察署に行ってきたんですけど、その小倉警察署に行ってきたことを話したいと思います。
れです。このようにですね、あっという間に帰ってきたってことはですね、私自首してませんってことで、時効を過ぎてますし、自首してませんってことですけども、これはですね、自首をテーマにした自首セミナーというのをですね、行いたいなと思います。自首をテーマにしたセミナーですね。東京運輸局、ちょっとアクセス、住所が分かんない。あれ、アクセス、住所、東洋運輸支局住所。足立区にあんのかな。ちょっとあれですね、名義登録、デロンサービス来ますね。足立登録、足立自動車検査登録事務所のとこ行ってみましょうか。多分、足立ですよ。私の足立ナンバーになるんで。足立ナンバーになるんですよ。私、荒川区民なんで。足立のとこ行ってみましょう。多分、品川じゃないんじゃないですかね。足立。東京運輸局。なんだ、これだったら、帰りに、くら寿司とかかっぱ寿司やればよかったですね。荒川じゃなくて、足立。なんだ、わざわざセブンイレブンで、前です。セミレブの幕の内弁当も欲しいですからね。弁当も欲しいですからね。安い方の幕の内弁当買っちゃいました。とかで。あった。それ大事。ですね。足立区。なんで荒川区があるのね。足立区は抜けてんだ。足立区、南花畑。おうかー、こうさ、まあ、南花畑。花畑って、5-12-1。大丈夫、 IC 行ってない、一般道ね。一般道ね、 OK。 私は一般道派なんで、お金がないんで。ちょっとツイッターでツイートしたいこと思いついたんですよ。ちょっと警察署行って思いついたんですよ。あれなんですよ。
柵に囲まれた犬がいらっしゃったんですよ。で、うろうろしていらっしゃったんですよ。それを姿を見ですね、私精神病院を思い出したんですよ。全然思ったんですけど、犬って筋トレしないなと思ったんですよ。犬は筋トレしないと。犬は筋トレしない。犬って筋トレしないですよね。筋トレっていう概念がないんですかね。さて、では行きたいと思います。とりあえず運転します。筋トレするのかもしれませんけど、人間には分かりづらいところですね。では行きます。これがですね、東京運輸局足立のですね、自動車登録検査所みたいなところに行っていきたいと思います。品川じゃないです。はい、まあ、そこがダメだったら品川にしたいなと思います。あら、あら、喋ってたらあれですね、喋ってたらまたガードは上がってしまったということで、まああれですよ、30分無料の駐車場なんでね、なんとか大丈夫です。では、エタイラ675と江川武です。エタイラ675と、専用なんでね、はい、こっちから行きましょう。本当はそっちから出たかったですけど、こっちから行きましょう。やはりですね、ちゃんとルールは守らないと。しかもですね、奥警察署を出たばっかりということでね、なおさらルール守りましょうということで、ルール守ります。およそ6分、はい、赤でした。いやですね、また自首してませんけど、自首をテーマにしてセミナーということでお話ししたいなと思います。せっかくなんでね、皆さんとですね、自首というテーマですね、考えてみましょうということで、自首テーマセミナーということですね、話したいと思います。自首セミナーではなく、自首してないのでね、自首をテーマにしたセミナーというか、自首テーマセミナーというのをしたいなと思います。したいなと思います。まあとにかくですね、今奥警察署というところに行ってきました。奥警察署というところに行ってきました。名前言っていいんですかね、まあ言っちゃいましたからもう言いますけど、まあ、警察署に行ってきました。車庫証明取りに行くためにですね、行ってきました。車庫証明取るために行ってきました。ここ U ターンできないのかな。どうしよう、渡りたいんですけどね、橋を、大きい橋を。どうしましょう、どっかで U ターンできんのかな。ナビさん、ナビさんお願いします。ナビさん、ナビさん、ナビさん、ナビさんがちょっと迂回しますみたいなのが出ないですけど、新しいルートを検索しますってのが出ないですけど、ナビさん、あ、今右斜め前にですね、都電が通ってますよ。都電と勝負だってことで、私は安全運転で都電を抜きません。でも抜こうと思えば抜けます。では行きます。都電です。
都電と互角、今私都電と衝突してます。でもです、安全運転大事です。間もなく左方向、今横都電です。ここ左、ここ左ですって。ここいいの本当、商店街だけどいいのかな。やめときたいな、ちょっとやだな、商店街だよ、商店街やだな、商店街やですよね、あの人がいっぱいいそうだから、ちょっとやだよ、ナビこんなところに、ナビで行かせようとしないでよ。あ、ってか暑いですね今日、汗かいてるんですけど。およそ200メートル先、お台を左手前方向です。ていうか自主テーマセミナーとか自主テーマセミナーとかでお話したいですけど、まあ大警察署へ行ってですね、車庫証明取ってきました。車庫証明取ってきてですね、あの警察官っぽい方にですね、まあ、実際警察官なんですけど、警察官っぽい見た目の人にですね、まあ車庫証明ですね、まあ手続きをしてですね、まあ500円お支払いしてですね、車庫証明のですね紙をですね取ってきました。でですね、まああれですよ、育英基金とかありました、育英基金、自己育英基金みたいなのがありましたね。ああこういうのちょっと私もですね、ちょっと募金したいなと思いましたね。まあ私事故って誰かを死なせてしまったことはないんですが、まああれですよ、そういう悲しみを持った子供さんたちをですね救いたいというかですね、自動車育英基金みたいなのがあるみたいなんで、何かもしかして誰か車で死なせてしまった人はですね、そういう育英基金とかですね募金するといいんではないかなと思って、寄付するといいんではないかなと思いますよ。はい、あとですね、ソフトバンクの犬が振り込み詐欺の、お母さん振り込み詐欺が心配だみたいな看板がポスター貼られてました。犬がですね、犬のポスターですね、お母さん振り込み詐欺が心配だみたいなのがありましたね。振り込み詐欺皆さん気をつけてくださいね、振り込み詐欺、俺だよ俺っていうらしいですよ、俺だよ俺って、あそれは俺詐欺ですね、僕だよ僕って言ったら僕詐欺ってですね、あとやばいですね、新しい詐欺で僕だよ僕っていうのがあるかもしれません、僕だよ詐欺って、俺だよ詐欺、俺詐欺と僕だよ詐欺とか、あと女性だった、私だよ私っていう、私詐欺ってですね、私詐欺ってのもあるかもしれませんね、実はこれ盲点かもしれませんよ、僕だよ僕っていうのもあるかもしれませんよ。大丈夫ですかね、行きますよ。あーすいません、すいませんっていうか、私車通ってるんですけどって感じなんですけど、あれなんですよ、自転車とかですね、歩行者の皆さんはね、車の気持ちが分からないとかですね、まあ、車もですね歩行者の気持ちが分からないとかですね、分からない者同士なんですよ、いわゆるですね動物と人間みたいな感じなんですよ、車と人間っていうのはですね、まあそんな感じですね、お互いの気持ちが理解し合えてないって感じで難しいんですね。ですね、すごい目で睨んでましたよ、若いですね、あの年でいうと多分30歳ぐらいのサラリーマンですね、すごい目つきですよ、あの目つきは危険な目つきですよ、狂気を感じましたね、犯罪してるかもしれませんね、もしかしたら私の警察官って、私警察官じゃないですけど、いや私はですねまっすぐ行きます、なんていうかそういうちっちゃい道行きたがるな、このナビは、ちょっと大きい道の方が安全ですからね、大きい道から行きましょう。間
私の方が正解だと思いますよ。明治通りから行きましょう。あ、私このセブンイレブンでですね、昔の同級生がですねコンビニで働いてましたよ。多分そうですね。でですね、小銭をですね、なんかですね、なんか変な感じで渡されました。あ、ここじゃないですね。このセブンイレブンじゃないですね。違うコンビニですね。なんか小銭をですね、変な感じで渡されました。小銭の渡し方でも、いろんなの渡し方でも、いろんな渡し方があるってこと。テーマセミナー、自主テーマセミナーとか言って、自主テーマ。そしてですね、お受けさせて行ってきたんですけどね、まあ、交通可能ですね、交通の車庫証明のところの隣にですね、ちょっと柵があったんです、柵って言いますかね、あれですね、柵ですよ、柵。犬がその中にいらっしゃったんですね、お犬さんが。お犬さんって言うと、まるで徳川綱吉さんみたいですけど、徳川綱吉さんの生類、アルミの霊って感じですけど、犬さんがですね、ちょっと汚れた お犬さんがですね、柵の中にいてですね、ちょっと柵の中うろうろしてるわけですよ。うろうろしてるわけですよ。ああ、犬がなんかうろうろしてる、不安なんだろうなと思って、ちょっとかわいそうだったんですね。その続きはちょっとまた走ってからお話します。はい、私はですね、先ほどの経験からですね、この横断歩道渡りレベルが上がりましたよ。私はですね、今ね、右側のサラリーマンの走ってるサラリーマンとですね、左側のですね、もう信号がチカチカしてるのにですね、渡りたいというですね、サラリーマンの方ですね、その空気を読んでですね、それを渡らせるというですね、そういう、ね、高等なテクニックを今やりましたよ。あれですよ、もう信号がチカチカ光ってるのに走って渡りたいみたいなサラリーマンが いらっしゃったんでね、あ、これは譲ろうとこれでしますよ。あれですよ、そうやってですね、もう右左見るってことです。曲がるときは右左見るってことです。これはですね、運転技術のですね、新たなベーシックなですね、テクニックですね。皆さん覚えてください。左に曲がるときはですね、右左見るってこと、右左見るってことです。よく横断歩道見てくださいってことです。でですね、先ほどですね、ゲージにですね、犬がいらっしゃってですね、お犬様がいらっしゃってうろうろしてるわけです、左右に。なんか不安そうでね、あ、かわいそうだなと思ってね、もしかしてまさか動物殺処分施設に送られるんじゃないかと思いましてね、ちょっとですね、あれですよ、ちょっと不安だったんですけど、警察署って保健所じゃないですよね、違いますよね、大丈夫ですよね、犬さん。ちょっと私心配になって聞こうと思ったんですけどね、ちょっと聞けなかったですけど、ちょっと心配でしたね、お犬さん。保健所じゃないですよね、警察署。あの犬さん死んじゃったら私悲しいんですけど、てかあの犬が死ぬくらいなら私引き取りますけどって感じなんですけど、あれですよ、確かにですよ、小汚かったですよ、見た目は。ですけどですね、あれですよ、お風呂入ればもう真っ白白って感じですよ。まぁ、ちょっと白と黒のお犬さんでしたけど、毛の色がですね、まぁ、でもちゃんと洗濯って言いますか、体洗えば、はい、大丈夫、僕のこと、僕のこと違う、あ、違う、消防車か、なんだ、私のことかと思った、なんか私なんか悪いことしたのかと思ったら違いましたね。お犬さんがいてですね、お犬さんがいてですね、で、まあ、あれですよ、ちゃんと体を洗えば、もうちょっと小汚くてもですね、もう白と黒で綺麗になりますから、ちょっともし犬さん死んじゃうんだったら、私引き取り合いたいぐらいでしたね。ちょっと心配になりましたよ、犬さんが。まあ、ゲージを刑務所と考えたらですね、まあ、あそこまで人間はうろうろはしないと思いますよ。
ただですね、私がですね、あの刑務所に入ったらですね、恋人がその間に浮気しないかとかですね、恋人が冷めたりしないかとかで不安になっちゃいますよ。それが一番のですね、あの不安症状だと思いますよ。あれなんですよ、私刑務所に入るのはですね、全然構わないんですよ、別に。私の軽犯罪レベルではですね、あの私もう時効になってしまったんですけど、時効になる前でもですね、多分1ヶ月とかですね、まあ1ヶ月とか、まあそれぐらいだと思うんですよ、多分1ヶ月ぐらいだと思うんですね、多分あの私が刑務所に入る期間っていうのは多分ですね、軽犯罪だったんで。ちょっと待って、渡っちゃいます、渡っちゃいますっていうか、ちょっと行っちゃいますね、ちょっと車線変更したい車がいたみたいですけど、安全運転したいと思います。デカすぎじゃないのか、びっくりしたな、なんだこのでかいトラックは。びっくりしちゃったんですけど、なんだこれは、電車かって感じですね、でかっ。さて運輸局に向かいたいと思います。足立区の運輸局に向かいます。安全運転で行きます。ですね、ああいう風にアナウンスされても気づきませんね、私聞こえませんよ、残念ながら音楽聴いてるんでね、まあ私のことじゃないと思いますけど、あれですよ、警察署に 刑務所に入ったんですね、あのその間ですね、あれですよ、家族しかあの連絡できないらしいんですよ、家族しか。ですからあの恋人がですね、冷めたりしないかなとかですね、恋人がですね、その間に浮気してないかなとかですね、私が例えば刑務所に入ってる間ですよ、その間ですね、毎日毎日恋人は仕事してるわけですよ、それで男女とですね、会ってるわけですよ、それでもうベチャ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 喋ってるって考えたら、あなんたることだーって不安でですね、先ほどの柵のですね、お犬さんみたいにですね、もう横に行ったり左に行ったりちょこ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 するかもしれませんよ、しないかもしれないですけど、もうちょこちょこちょこはしないかもしれないですけど、まあ不安になると思います。ですから私もですね、なかなか自首するのは怖いなとか、なかなかできないってことなんですよ、まあ時効になってしまったね、もうどうしようもないんですけど、まああれですね、まあ、自主テーマセミナーということで、自主テーマを自主をテーマにした、セミナーをしておりますが、そうですね、空が綺麗だな、今足立小台駅というところが、ね、横にいます、足立小台駅、都営線ですよ、都営線、私ね、都営線でですね、ちょっと絵を描いたことありますよ、あの橋を渡った土手のところでですね、ちょっと土手の絵をですね、描いたことありますよ、それはエタニア670公式ウェブサイトで公開したりしてます。あ、目の前の車がですね、人工透析のですね、熊の前人クリニックって書いてあります。私の母もですね、違うクリニックですけど人工透析されてます。立ち入り禁止って、それはそうですよね、あんな首都高を歩行者通ってたら大変だってことになってます。歩
行者立ち入り禁止って一応確認ですね。歩行者ダメですよって。でも歩行者ダメですよって書くだけじゃ、自転車はいいのかってなっちゃいますね。歩行者&自転車ダメって書かないとダメですね。行きたかったな。2日連続くら寿司行きたかったな。コンビニセブンイレブンで幕持ち弁当買っちゃいました。昨日はですね、くら寿司行ってですね、セミナー動画撮りましたよ。ドライブカードライブセミナー動画。まあ、川崎市民ミュージアムとかに行こうと思ったらですね、閉館してたってことで、ついてないくんって感じですよ。ラッキーマンのついてないくんって感じです。とにかくですね、自習っていうのはまああれですよ。だから私も先ほど言いましたけどね、あの自習、あの刑務所に入っててね、その間恋人と連絡できないところですから、あの恋人と連絡できるけど刑務所に入れるっていう制度があったらですね、あの自習する人が増えるんではないかなと思いますよ。あれですよ、例えばですね、例えばですね、いろんな刑務所を作ればいいと思いますよ。例えばあのここの刑務所はもう何もしちゃダメって、とにかくもう刑務所の柵の中にいなきゃダメっていう刑務所とか、あの仕事をしなきゃいけない刑務所とかですね、あるいはですね、恋人とあのメールできる刑務所とかですね、恋人と電話できる刑務所とかですね、あの携帯電話使える刑務所とかですね、そういうですね、いろんな刑務所を作るのもいいと思いますよ。ここは本読める刑務所とか、ここは、なんですかね、パソコン使える刑務所とかですね、そういういろんな刑務所を作るのもいいかなと思いますよ。そうしてですね、とにかくですね、そして刑務所を増やしていった方がですね、いろんな刑務所に入る人が増えてですね、地球も安全になるんではないかなと思いますよ。私もですね、恋人と連絡できる刑務所があるんだったら、あの入ってもよかったなと思いますね。まあそうし、まあ、刑務所入るとですね、まあ、警備員とかですね、そういう仕事はですね、できないってことになるんですね。警備員とかですね、あのあれなんですよ、なれないんですよ。警察も多分なれないですね。公務員とかもなれないですよ。まあ私はですね、逮捕されたことあるんですよ。あの大学生の子ですね、あの深夜ですね、自転車がですね止まってしまったんですよ。あのちょっとこの話はもう少しだったらしますね。ちょっとあれです、今運転中なんでね、車が止まったお話しますね。おセブンイレブンいい気分。あー、マクドナルドのドライブスルーいいなー。ただですね、マクドナルドのライバルにですね、くら寿司がこの近くにあるんですよ。マクドナルドの誘惑を通り過ぎるとくら寿司とかがあるんですよ。花屋予兵もあるな。ここはライバルだらけだな、これ。だから、あのなかなかファミレスとかもいなくなくなっちゃったりするわけですね。コンテナがありますよ、コンテナ。ハローコンテナ。あ、危ないって書いてますよ。あ、危ないって書いてますよ。警視庁のおじさんが、あ、危ないって看板ですよ。あ、危ないって書いてあって、その下にあのおじさんがあって、あのすごい星型の赤があって、その下に警視庁って書いてありますよ。警視庁、警察を見る庁って感じですけど、東京都の警察って意味です。まあ、警察を見るのはですね、警察庁ってところなんですよ。でですね、警察庁を監視してる機関もあるんですよ。はい、警察庁を監視してる機関もあるんですよ。警察を監視する機関もあるんですよ、ちゃんと。ですからね、もし警察官が悪い警察官だったりしたらですね、その監査のですね、警察官を監査するところにですね、連絡するといいと思いますよ。それと、なんてことだ、なんて不定警察官だってことですね、その警察監視する局がですね、ちょっと出てくるって感じですよ。はい、くら寿司です。入りたかったですね、これ。くら寿司。2日連続くら寿司入りたかったです。およそ300メートル先、高速立教下の。だってあれですもん、幕の内弁当とホットドッグ買ったんですけど、それだけでも500いくらですよ。それだったら、くら寿司で寿司5個食べた方が、なかなか、もう、って感じじゃないですか。くら寿司入ればよかったな。
まあでもあれですよ、あのセブンイレブンの幕の内弁当も美味しいです。でホットドッグも安いです。138円ですからね、税込み。あ、右折でした。ここ右折でした、喋ってた。ついついあのくら寿司の話で夢中になっちゃいました。どっかであの車線変更しなきゃダメですね。でも混んでるから車線変更はなかなかできないみたいな。ああ、そうです、あれですよ、だからあの大学生時代ですね、私あの大東文化大学からですね、自宅へ帰ろうと思ってですね、まあ、深夜にですね、深夜までですね、まあ、勉強とかですね、あのパソコンでですね、まあ、相談とかしてたわけですよ。無料相談カウンセリングしてたわけですよ。で、まあ、深夜とかに帰ってですね、深夜10、まあ、大学を9時ぐらいに出たのかな、夜9時ぐらいに出てですね、まあ、帰ったんですよ。高坂という駅からですね、まあ、池袋駅の方に向かったんですけど、その途中にですね、電車が止まってしまったんですよ。なんか人身事故らしくてですね、電車が止まってしまったんですね。あ、かっぱ寿司ここにあるんだ。